皆さんこんにちは。今日は雨のセルト博での、セルト内でのやることについて解説していこうと思います。この動画を見ていただくことによって、セルトで雨の日を迎える不安が少しでも軽減されると思いますので、ぜひご覧になってください。それでは、雨のセルト博でやるべきこと、まずこの動画の結論を最初にバーッとお話ししていこうと思います。ちょっと数が多いんですけれども、よろしくお願いいたします。 はい。雨の釣りたワクやるべきこと。可能であればフライシートを設営する。ツェルトは先に釣ってからペグダウンをする。釣り下げ式のグランドシートを使う。靴をツルト内に入れておく。水を先に汲んでおく。空のペットボトルを用意する。スポンジよりもバンダナを使う。着替えはしない。シュラフをビニール袋に入れておく。 レインコートを脱がないようにする。撤退を検討する。可能であれば、小屋白を検討する。以上になります。さあ、それでは今お話しした内容について、一つ一つ解説をしていきます。それでは一つ目。フライシートを設営するについてです。こちらの動画をご覧ください。こちら、私が過去に作った動画なんですけれども、 ノーーポリでフライシートをを作ってそれを紹介したものになりますこのようにですね、まず最初にトレッキングポールの間に細引きを貼って、そこにフリクションヒッチにアクセサリーカラビナを固定して、ノーポリで作ったフライシートを固定していくというふうにやっています。最初に釣って、その後に四隅をペグダウンしていきます。続いて、ゼルトを釣ってから地面にペグダウンするです。 下が抜いている場合ですね、先にペグダウンをすると、セルトの内壁を濡らしてしまうんで、このようにですね、最初に上側、細引きのところにセルトを釣っていくようにします。その後に、地面に四隅ペグダウンをしていきます。続いて、吊り下げ式のグランドシートを使うです。私はですね、このように、ノーポリーで作ったグランドシートを作っ使っています。 そしてこのノーポリのグランドシートにですね、ガムテープで、ハトメを追加して、そこに細引きを通して、その細引きをですね、アクセサリーカラビナ使って、セルトの中に吊り下げるようにしています。で、この理由がですね、やっぱり雨がね、すごい降ってくると、セルトの中がね、浸水してくるっていうのがあります。でね、それをどう対策するかって考えたときに、この吊り下げ式のグランドシートに至りました。 こうやってね、セルトの内引きに沿ってぐーっとこう上に上がるようになってますんで、雨がね、降って、もう極端な話、水たまりのところにセルトを設営していたとしても、中に浸水してくることはありません。やっぱりね、このノーポリっていうのは完全防水素材になってるんで、そういった意味で、雨のセルト博で、このつり下げ式のグランドシートを使うということで、とてもね、安心が持てるようになりました。ぜひともおすすめです。 続いて、靴を中に入れておくです。まあ当たり前なんですけれども、外雨が降ってるんで、この登山靴ですね。これをそのまま外に出していたんじゃ、べちゃべちゃに濡れてしまいます。ですので、一日行動して、濡れた靴はですね、こうやってビニール袋に入れて、セルトの中に入れております。続いて、水を汲んでおくです。私はですね、 雪山登山でないときは、このウォーターバッグっていうんですかね、これをバックパックに入れて、えー、歩きながら水を飲めるようにしてるんですけど、もうこのウォーターキャリーですね、この中に水を1.5リッター入るんで満タンにしておきます。で、かつ、まあ、ペットボトルとか、えー、こういったナルゲンボトルですね、これにも水を満タンにしておきます。そして、途中で水を汲みに外に行かなくていいようにしています。やっぱりね、もう当たり前になんですけど、 雨なんで、セルトから一歩も出なくていいようにするための準備になります。続いて、空のペットボトルを用意しておく。えこちらはですね、女性の方にはちょっと使えないかもしれないんですけど、え僕、男でトイレで外に行かないようにするためにえ、この中におしっこをするためのボトルです。雪山登山の時もね、僕はこれを準備しています。もうとにかくね、外に出たくないんです。 外に出たくないんでこれを使っております次スポンジよりもバンダナを使うようにしています以前ね登山雑誌でセルテアテントの中で水をこぼした時にこのスポンジで拭き取るといいですっていうのが書いてましたでね、実際やってみたんですけど正直ね僕にはあまり合わなかったですこのスポンジねスポンジのせいかもしれないんだけどあんまり吸水性が良くないなぁと思いました でそれよりかは、やっぱりこのバンダナですね。100円均一で買ったバンダナ、こっちの方が使い勝手が良かったです。水をこぼした時に拭くことはできるのはもちろん、まあ、クッカーですね。料理をした後それを拭いたり、まあ、手を洗った後手を拭いたり、鼻をかんだり、とにかくいろんなことに使えるんで、私はこの100円均一で買ったバンダナ、これを使ってます。続いて、着替えをしない。 やっぱりね、雨の日、登山をすると、まあ、この靴下とかね、ズボンの裾とか、いろんなところがやっぱ濡れてしまいます。で濡れたらね、不快になるんで、着替えたくなるんですけれども、えー、着替えないと、あえて着替えないようにしますで。理由がですね、セルトの中はね、めちゃくちゃ狭いんです。今ね、私はセルトに自作のインナーポール、これをつけてね、ぐーっと。 室内の空間を広げてるんですがこれでもやっぱり狭いですだからねこの狭いツートの中でねズボン脱いで上着を脱いでとかってねやってるのはね本当に疲れるだからねもう思い切って着替えないようにしてますで着替えなくてどうなるなんですけど濡れたねこの靴下とか衣類はね着干しをします ちょっとねふ、普通の人にはね、考えられないことかもしれないですけど濡れた衣類をずっと着たまんまでいると人間の体温でで乾いてくるんですね。もちろんカラッカラにはならないんですけどままあ、えー、体が水分でで冷えてしまうみたいいななな状況にはならないです。だから僕は軽量化のために荷物は持ってこないし、えー、濡れた衣類はそのまま着て乾かすというふうにしております次。 シュラフをビニール袋に入れておく。これですね。今、シュラフがあるんですけど、ちょっと中を出してみます。見えるでしょうか。このようにですね、僕は、スタックバッグの中にビニール袋を仕込んで、そこにシュラフを入れてます。でね、ビニール袋の口のところはね、こうやってね、ぎゅーっとくるくる回して絞って、これを、まあ、 中に押し込むっていうんですかねっていう風にしてます。で、これによってですね、たとえ雨に濡れたとしても、絶対にシュラフを濡らさないことができます。そして、このビニール袋、空気を抜いていけばね、コンプレッションバッグのようにして、シュラフのこの容量を減らすこともできるんで、一石二鳥っていうので、僕はこれを使ってます。そして、シュラフはですね、寝る直前まで出さないようにしてます。やっぱりシュラフを出しちゃうと、つるとお腹狭くなるし、 万が一ね、物をこぼしたりして、シュラフを濡らすととても悲しいんで、えシュラフはビニール袋に入れて、寝る直前まで出さないというふうにしています。さらにですね、シュラフカバーの代わりに、僕はこのセルトをかけるようにしています。今、見てわかるでしょうか。これね、内側にセル、あ内側にシュラフがあってで、その外側にシュラフカバーがあります。でね、 昔はこのエスケープビビーですね、えー。これをね、使ってました、シュラフカーバーの代わりに。でね、雨の強いはこれでやってたんですけどね、まあ、僕は使ってるのがもう古くなっちゃってるのかもしれないんですけど、これ完全防水じゃなくて、やっぱりね、あのそのときの床,下下し床上浸水か、雨したんですけど、ここにね、雨が。 入っっ、ね、ってててねね使浸水染みてきちゃったんです、ね、だからちょっとこれ、まあ、そこまで防水性があるもんじゃないんだなっていうのが分かりましたでもちろんツェルトだからって完全防水ってわけじゃないんですけれどもこのツェルトとエスケープーどっちの方を同じぐらいの重量で持っていくかって言ったらやっぱり僕はねこのツェルトの方がいざって時の使用用途も多いし、まあ、防水性も高いなっていうので信頼度も高いんで僕はこちらを使うようにしています まあね、値段で言うと絶対、セルトの方が高いんでね、そこはお財布との相談にもなっちゃうんですけど、もう本当ね、セルトはね、いろんなことに使えるんで、こちらを使うのをお勧めいたします。続いて、レインコートを脱がないです。まあ、今、脱いだ状態で紹介をしているんですけれども、このレインコートはね、できれば脱がない方がいいと思います。もちろんね、一日行動して雨の中動いてべちゃべちゃになった レインコート脱ぎたいですよね。だしね、結構、ツェルトの中ね、時期にもよるんですけど、結構、夏場とかだったらもう蒸し暑くなっちゃうんで、こんなレインコート着てられないってなるかもしれないですけど、できれば脱がずに着ておいた方がいいと思います。で、理由がですね、このツェルトの内壁、まあ言ったらシングルウォールのテントと一緒なんで、結構ね、結露します。で、ここ、べちゃべちゃになるんですよね。で、 雨が降っているとき、風も強いとね、このツェルトがね、ガンガン揺られます。でね、この内壁がね、自分の体に迫ってこう、ぺちゃっと肌につくんですね。そうするとね、とても不快です。濡れたツェルトの内壁が自分の体につく、インナーについてそれを濡らすっていうことになるんで、できれば、このレインコート、ツェルトの中であったとしても、内壁の まあ濡れた内壁の対策っていうことで来ておくことをお勧めいたしますえ。続いてですね、撤退を検討するになります。今までね、ツルトの中でのことをいろいろ言ってきたんですけど、最後、えツルトの中とはちょっと違うことです。撤退を検討するっていうのはですね、やっぱりね、雨が降ると、道のレベルがものすごく上がります。滑りやすいし、 もうね歩いてても靴がぐちゃぐちゃになって嫌だしね。でどうせ展望も望めないんですよね。だから、ツートアークした翌日、できればあの山頂を目指してアタックするとかじゃなくて、状況を見て撤退っていうのを検討した方がいいと思います。さらにですね、言うと、このツェルトね、まあ、衣類もレインコートも全部そうなんですけど、雨を吸うとね、結構重くなります。地味に重くなります。だから、重量がいつもよりも重くなってるっていうのも踏まえて、 次の日の日行動を計画した方がいいと考えます。最後小屋博を検討するいや最後がそれかよってなるんですけど雨の鶴と博はね正直辛いしあんまり楽しくはないですで一方ね山小屋はねとっても快適です昔私がね北アルプスを3泊4日で縦走した時ね、まあ、雨が降った時に セットではなくててね、まあ、山小屋を使わさせていたただきました、まあ、厳密にはねもう天場が、えー、満員だったんで、まあ、声をせざるをえなかったんですけど、まあ、その時びっくりしたのがね山小屋っっててねね乾燥室っていうのがあるんです、ね、あの衣類を、ね、乾かすための部屋があってそこにねレインコートとかあの上着をねハンガーにかけて置いとくとねもう次の日にはパリッパリになってねまた着ることができるっていうのにも本当に驚きました。 そんなねいろんな便利な設備がありますんでまあ、特にね雨のツヨタ博楽しくはないんで <laughs> 僕みたいに修行と割り切ってやったりするのはいいんですけれどもまあ、そうでなければ小屋泊に変更することを検討していただければと思いますはい以上参考になっていただければ嬉しいですこの動画は少しでもいいなと思っていただけたら高評価やグッドボタンよろしくお願いいたします 以上、ありがとうございました。